現代日本社会学部、工学館大学の学部の一つです。日本で唯一の学部名を持ち、毎年100人以上の学生がその門をくぐります。入学した学生たちは日々の講義や課外活動を通して自分の知識や技術を磨き、公務員、公共福祉、企業、団体など幅広い業界への就職を目指します。工学館大学大学生テレビ局の山下真央です。私は2021年に現代日本社会学部へ入学し、現在は3年生になります。この3年間を過ごした経験から感じたこの学部の魅力を発信するため、改めて自分たちが学ぶ現代日本社会学部について調べることにしました。工学館大学に現代日本社会学部が設立されたのは2010年。長い歴史を持つ工学館大学の中では最も若い学部で、今年で13年目になります。現代日本の社会に取り巻くさまざまな問題に対応する課題解決力を身につけるため、経営学や社会学、福祉学などの授業科目が配置されています。私は、まず地域の社会のことについて勉強したかったのと、福祉のことについて地元で勉強したかったことがあって、この学部を志望して入学しました。民間企業に入りやすそうな学部だったんで現実志望しました。自分が目指す道がに一番近い学部はどこかなって考えたときに、現代日本社会学部っていうのが、3つある中でこれが合っているなと思ったので入る理由はそこになります。現代日本社会学部の目的について詳しく知るため、学部長である富永武史教授にお話を伺いました。現代にはさまざまな課題があるわけですけども、そういうものについて、自分の持っている力、すべての力を総合してその問題解決に当たっていこうという、そういう人を養成したいという考えております。要するに課題解決能力を持った学生を育てていくというのが目的になります。現代日本における自らが選択した課題の意義を解明し、説明し、解決に向けた方策を考えることができる、まず課題解決ということですけど、そういう力をつけてもらうということです。もう一つ言いますと、諸課題に対してリーダーとして貢献できるだけの倫理観、洞察力、コミュニケーション力、実践力、応用力を有し、制約された条件下においてもその能力を創造的に駆使できるということです。現代日本の課題ってたくさんあるわけですけども、何でもかんでもということはできないので、やっぱりその中核になるような軸足をどこに置くかということだと思うんですけど、そのために3つのコースを置いているということなんです。現代日本の多様な課題を解決できる人間となるために、経営革新コース、地域創生コース、福祉展開コースの3つのコースが設けられています。経営革新コースでは、企業だけでなく国や地方などのあらゆる組織を運営するための発想力、創造力、応用力などを
実践的な学びを通して鍛えます。コースの注目授業では外部のコンサルティング会社の方から DX や GX の活用について学ぶイノベーション論、公務員に必要な考え方や心構えをディスカッションを通して学ぶ地方自治論があります。地域創生コースでは地域社会の問題を発見・分析し、それらを解決できる人材となるために必要な知識やリサーチ力・企画力などの技能習得を目指します。コースの注目授業では観光が地域社会に与える経済的な効果や社会への影響について学ぶ観光論、地域社会が抱える問題が社会全体にどのように関わっているのかを学ぶ地域社会論があります。福祉展開コースでは社会福祉士や精神保健福祉士などの国家資格取得や福祉専門職に必要な知識と技術、豊かな人間性を育むことを目的としています。コースの注目授業では障害者福祉の理念や障害者福祉サービスの概要について学習する障害者福祉論、社会福祉士及び精神保健福祉士として求められる基礎的な能力を実践的に習得するソーシャルワーク演習があります。私は現在経営革新コースで組織運営のためのマネジメント論を学んでいます。中でも産業社会実習という授業は就業体験やプレゼン発表を通して働くということの具体的なビジョンを見つけることができたため特に印象に残っています。この産業社会実習のように現代日本社会学部にはさまざまな分野の第一線で活躍されている方を招き講演会を開く現日塾など通常の講義だけではない多彩な学びが用意されています。まあ、大学の教員ももちろん専門家でありますし、その学識があるわけですけども、それ以外にある分野で特に活躍されている、そういう専門家といいますか、そういう方々がおられるわけですけれど、ぜひそういう方にも教えを請いたいということで、外部の講師を招いているということがあります。例えば公務員をされている方ですとか、企業の経営者であるとかですね、あるいは福祉関係で働いている方ですとか、広い分野といいますかから講師を招きしまして、それを学生が聞くことによって新しい刺激を受けることができるということもあると思います。講義や現日塾を通して新たな知識や世界を知る学生たち、しかし現代日本社会学部の学びの機会は講義以外の場所にもあるのです。もちろん授業が中心になると思うんですけども、それ以外にも課外活動も重視しておりますし、積極的にそういう活動に関わってもらえればということで、さまざまな活動を通じて自分を高めていくといいますか、それを目指してもらいたいということになります。よく大学時代何をしてきたかということが問われることがあると思うんですけど、それが言えるようになってもらいたいと思うんです。でそれはもちろん勉強することも大切ですけども、勉強以外でいることも多いわけですから、そういう点で積極的にそういう活動に参加してほしいという、そういうことを言っております。伊勢市川崎、この日は川崎商人市というイベントのために朝から準備が行われていました。私はその会場で地元の方々をお手伝いする学生を見つけました。地域社会研究会という伊勢市を中心とした地域の活性化活動に参加する学生たちです。地域の方に彼らはどのように映るのでしょうか。すごくね、助かってます。スタッフもやっぱ限られてますので、やっぱこういう今日、搬入とかのお手伝いしていただいたり、一緒にこういろいろ考えていただくこともありますし、
伊勢の町を知っていただくこともできますし、こうやって町の人と一緒にいろんなことをやるのはお互いにいいんじゃないですか。町のためにもなるし、町づくりを知ってほしいなっていうような気持ちもこっちはもありますし、この川崎という町は、近年高齢化が進む町の一つなので、少しでも僕たちより若い人たちに興味を持ってもらって、そしてどんどん、ね、参加していただきたいと思っております。教室から飛び出し、肌で感じる地域活性化。学生たちは自分たちのプロデュースした和紅茶の販売、接客も行います。発酵の仕方が、そうですね、こっちは軽く発酵してやって、実際に地域の方と出会い経験することが大きな学びとなるのです。私がこの活動に参加した理由は、オープンキャンパスで当時所属していた先輩方がプレゼンをされていて、そのプレゼン力の高さにすごいびっくりして、私も内気だったので、当時はこの活動に参加して、そんなプレゼンのできるような人間になれたらいいなと思って参加しました。販売に関しても、もっとこういうふうにしてほしいとかいう、そういう新しい発見といいますか、新しい学びっていうのを、この研究会を通して、自分は得ることができました。工学館大学には CLL 活動という地域課題解決を体験的に学ぶ学習プログラムが存在します。10月28日、29日に行われた工学館大学の大学祭総領祭では、学生たちが自分たちの開発した商品を販売していました。南伊勢町でウツボがたくさん取れるんですけど、ウツボがタコの天敵になっていることから処分されることが多くて、そこでウツボを使った商品開発で何かできないかということで、ウツボで地産地消プロジェクトとして商品開発を始めました。やっぱり学生のうちにこういう商品開発とかする機会ってめったにないと思うので、学生のうちに経験を積むことができたので、今後社会人になった時とかに活かせるのかなと。こちらの商品は伊勢和紙を使ってまして、伊勢市内にある大宝和紙工業会社様とコラボをさせていただいております。学外の方とお話をする機会があるんですけれども、やっぱりそういった面でコミュニケーション能力っていうのも身についたかなと少し思っております。CLL 活動では、他学部の学生や社会人の方と共に考えながら、さまざまなジャンルの地域貢献プロジェクトに参加することができます。私は総領祭の日、その活動の一つである伊勢プチ旅プロジェクトに出会いました。この活動では、株式会社旅蔵さんの EV モビリティを活用した観光事業と協力し、ルートマップ制作や PR 動画制作などを行っています。現代日本社会学部生以外にも、文学部生や教育学部生など幅広い学生が所属しています。伊勢志摩の豊かな自然や歴史が残る街並みをトゥクトゥクに乗って巡る特別な体験、観光客の多く集まる内宮前で学生のアイデアが商品として実際に提供されているのです。インスタと、TikTok をしているんですけど、まず学生がほぼメインで、 TikTok では、動画をつくづく乗って撮りに行って、でそれを自分たちで編集してそれを TikTok に上げるっていうのをしています。この活動には私たち以外にもたくさんの学生が参加していて、私たちと同じ環境で学んでいる学生だけではないので、先輩たちだったりとか、あと違う学部の同級生だったりとか、
普段は違う場所で学んでいる仲間と一緒に同じ目標を目指して頑張るために一生懸命コミュニケーションをみんなで取りながら活動を進めています。そうですね、もともとは旅行客の方に伊勢のもっと魅力的なところを自分たちで行ってもらう取り組みとして始まってますので、その魅力的なところっていうのを私の目線ではなく学生さんの目線で探してきていただいて、それを盛り込んだ地図をお客様にご案内をさせてもらって、地元の学生さんが見つけてきた素晴らしい場所があるんですよ、ぜひ行ってみてください、そこで伊勢の思い出を一つ二つ作って持って帰ってくださいというところで今一緒にさせてもらってます。人手がもっとできれば欲しいなと思ってますので、もっとたくさんの、20人か30人ぐらいは参加してもらってるんですけども、僕自身は100人200人が参加してくれるような全然プロジェクトになっているので、参加したいなっていう人はどんどん声かけていただきたいと思ってます。では今の中学生高校生であったりとか、まだシネレール活動入っていないよっていう学生、大学生テレビ局も現代日本社会学部に所属する課外活動の一つです。私も1年生からこの場所で映像制作を行ってきました。悩み、迷い、助け合いながら活動することが私を大きく成長させてくれました。なぜこのような活動が重要となってくるのか。大学生テレビ局の学生指導であり、現代日本社会学部前学部長でもある新田仁教授にお話を伺いました。テレビ局っていうことをテレビ局でやってみて分かったことは、社会人基礎力が全て必要とされて成長する、ある一つの専門スキルだけでは通用しないわけですよね。そうするとその専門スキルの下にある、汎用的な力、それを社会人基礎力って文科あ経産省は呼んでるんだけど、それを鍛えていってくださいねっていうことなんですね。それがあればその上に新しいスキルを乗せていけば社会でずっと活躍できますねっていう、知らないことに対して適応できるかっていうことがあるわけですよ、話しながら。でそれをちゃんと引き出せる、意見言える、その繰り返しは知識の内容がテレビ局だろうが DX だろうが関係ないわけ、その枠組みそのものは。だからその背骨があるかないかの話ね。知識を吸収する、応用する、実践するっていう背骨が多分できてるわけ。実践的な体験を通して社会人基礎力を学生のうちから鍛えること、それは知識、経験に加えて自分の大きな力となるのです。現代日本社会学部を設立当初から知る新田先生のお話の中で、私はその前身となる社会福祉学部という学部を知りました。多分平成5年くらいだと思うんですけど、名張市からですね、工学館大学を誘致したいっていう話があって、でその話を検討していく中で、社会学系統の学部があった方が、将来の発展にいいんじゃないかっていう話になり、それであれば福祉の理念と神道の理念を融合したような学部を作るのがいいんじゃないかってことになって、平成10年に開校するということになったと思いますね。社会福祉学部は神道福祉っていうものを掲げていたんですけど、でそれをですね、そのまま現代日本社会学部に持ってくることはできなかったので、でもうちょっと広げた形で、その皇室と福祉というようなですね、の関係性みたいなものを、やっていこうということで、これ科目の中にはまだ落とし込めてないんですけれども、次のカリキュラム系改定ではですね、それをぜひ科目に落とし込みたいと、専門科目に落とし込みたいというふうに思ってますね。名張市春日丘、かつての先輩たちの学び屋は現在近畿大学工業高等専門学校の校舎となっています。この名張の地での学びを経て現代日本社会学部は生まれたのです。現代日本社会学部は来年で設立から14年、ですが社会福祉学部から受け継いだその意思は確かに20年以上の歴史を刻んでいるのです。
そして現在、現代日本社会学部で学ぶ私たちは、またその先の未来、就職に向けて日々努力しています。現代日本社会学部からは、サービス業をはじめ、建設、情報、福祉など、さまざまな分野への就職実績があります。その中でも、毎年志望者が多いのが公務員です。現代日本社会学部では、そんな学生を支援するために、公務員コンプリートプログラムというカリキュラムが組まれています。それはどのようなものなのか、担当の村上雅俊准教授にお話を伺いました。公務員コンプリートプログラムというのはですね、我々のその中にですね、カリキュラムの中にですね、その公務員試験の対策講座をですね、組み入れまして、そして、学生の皆さんがですね、例えば予備校とか外部のところに通うことなくですね、学校の中でその、試験対策というものを行っていくことができる、そういったプログラムを作っていると、そういったことを提供しているということになります。工学館あるいは現日にはですね、その公務員になりたいと思って、進学してくれる学生さん非常に多いと思います。自分のイメージを持っていたものからですね、具体的にどういった仕事をして、そうして自分が、活躍するにおいてですね、どういったことができるのか、そしてそのためにはですね、学生の間にどういったスキルとかあるいは学びをしておかないといけないのか、そういったですね、一つの流れとして、憧れから実際に就職するまで、そういったところを形を作っていくプロセスを踏んでいってもらえればいいんじゃないかなと思います。現代日本社会学部には企業や団体を志す学生も多くいます。私も現在メディア業界を夢見て就職活動を行っています。行きたいと思わないんだ。じゃあ行きたいインターンがなかった。内容を見たら自分のやりたいことじゃないみたいな。行きたい。就職活動はこれからが本番ですが、悩みや不安が尽きることはありません。そこで私は大手企業へ就職が決まった現代日本社会学部4年生の森千穂里さんに4年間の学生生活や就職活動についてのお話を伺うことにしました。まず CLL 活動ではギフト・オブ・イッセイ・プロデュースのプロジェクトが一つと、あと広報イッセイの特集記事制作プロジェクトと、あと3つ目が宇治山田駅前のにぎわい創出事業という3つの活動に CLL は参加させていただきました。あと部活動では SBP 研究部会とサッカー部のマネージャーの方を務めさせていただきました。やはりその楽なことができる中で自分がどれだけ頑張れるのかっていうところが自分を成長させるために一番重要だなっていうのを感じていたので、今苦しいこともゆくゆく後から見ればそんなに忙しくなかったりだとか、やはりその自分の成長がここがやっぱり踏ん張ったからこそ成長できたなっていうところにつながっていくと感じていましたので、すべての活動に全力を注いでまいりました。と一番はまず今頑張れば将来もっと楽しめるよっていうのは思ってまして、自分が行きたいところが通ったからにはやはりその自分の納得のいく場所で、その思いだったりとかもやはりその変わってくるなっていうのは思ってましたので、自分がここを一番、第一希望のところが受かれば今後自分のそのモチベーションにもなるし、自分がやりたい価値のある行動っていうものを自分の行動に価値を見出していくっていう大切さだったり、自分がその決めてしたことっていうののものは外部に発信して周囲を巻き込みながらでもそのやる価値のあるものにしていくっていうことを、自分の将来への安心感にもつながるから頑張ろうっていうことを一心に考えて就職活動をしていました。大学生としての時間の中で自分の成長を目指し、さまざまな活動に積極的に参加してきた森さん、ひたむきな努力で得た経験を生かし自分が価値を見出せる仕事に就く、現代日本社会学部が目指すさまざまな問題に対応する課題解決力を身につけた先輩の姿が
そこにはありました。現代日本社会学部には日本を動かそうという合言葉があります。今回番組制作の中で様々な学生に出会い、お話を聞くことでその言葉を実現する力がこの学部にはあるのだと実感することができました。いろんなところに目を向けてもらいたいと思うんです。でそこで何が起こっているのか、どういう問題があるのか、そして自分がどう関わっていくのかいけないのか、まあ、様々ありますけど、そういう意識を持つ言いますか、そういうことを気をつけてもらえればなと思うんです。まあ、その中で自ずから自分の進む進路というのも見えてくるのではないかなというふうに思います。まあ、大きく用意されたこの舞台の中で思い思いの活動、あるいは思い思いの自分のそのやりたいことを見つけてですね、しっかりとその中で、まあ、大きく羽ばたいていくと、そんなことを期待しています。今の大学生でしかすることのできない活動であったりとか、さまざまなコミュニティを作るっていうことがとても重要になると思いますので、まあ、遊びももちろん大事だとは思うんですけども、その遊びのまた延長線上っていう感じで、その、まあ、CLL 活動であったりとか部活動であったり、新しいコミュニティを作ることを目的としてでもいいので、その活動に参加してほしいなっていうのを思います。自分の周りをよく見てほしいって感じかな。いろんなものがすでに用意されています。そこにアンテナ立てて隣を見ればいくらだって自分の可能性を広げられるものがあるので、なんかそこに対して、今までの先入観でもしかしたら目を閉ざしちゃってるところがあるかもしれないから、ここにはいっぱいいろんな可能性があって、それは自分次第で展開できるよということをですね、まあ、知ってほしいなと思います。講義や課外活動を通して得ることができる生きた学びと豊かな経験、現代日本社会学部には将来への無限の可能性があります。未来を動かす挑戦への舞台があなたを待っているのです。